能登半島地震で被害を受けた石川県の復旧作業を支援するため、建設会社の従業員らが被災地に向けて今日出発しました。能登半島地震の被災地に機材オペレーターとして出発したのは、静岡国道事務所と災害協定を結んでいる鈴代建設と高橋建設の社員合わせて3人です。派遣される3人は主に夜間の復旧作業の照明機材を扱うなど後方支援を実施します。被災した時に何をできるかというのをまずすぐ考えなきゃならないと思いますので、そこら辺をですね、肌で感じて、静岡のね、何かあった時のお役に立てればと思います。今回の派遣隊は被害の大きかった石川県珠洲市や輪島市に向かい、今月28日まで活動する予定です。